はい、照り焼きのタレ138円。まあこれ鶏肉、ちょっとお酒とみりんとお醤油とお砂糖で、まあ、下味つけました。本当はこれで下味つければいいんだけど、まあいいかなって感じ。そうだな、これもちょっと入れようか。油ね。今ね、これ敷いてなかったかなと思っちゃった。敷いてありました。これね、そうですよね。このぐらいでいいか。もう少し。これに油が引いてあるんです。これ面白いんですよ。廃油ポット。一回だけ使ったやつ。まあ、カツ揚げた時のやつ。ほら、こんな感じで溜まってるでしょ。こんなもんもあるんだね。どうでしょう。まあ、これにもね、いろいろ書いてあるんですよ。鶏肉 300g、2、3人前。フライパンで焼き、火が通ったら本品 60g、約4分の1本を加えて絡め焼きしてください。まあ、そういうことなんですね。よいしょ。これも。よっ。ああ、でも見た感じはいい感じになってますね。この白菜と玉ねぎの、まあ、あ、見た目っていうか、素晴らしい。素晴らしい。はい、いいんじゃないですかね。やっぱりあれなんだね、加熱すると白菜とか少なくなるんだね。
あ、そっか。生姜チューブか。まあ何か忘れたなと思ったんですけどね。まあいいか。忘れたついでに。美味しそうにできたね。これね、ご飯のおかずなんですけど、まあご飯はいいです。まあレーズンブレッド、まあご飯ご飯でね。まあ日本人はまあ主食がお米なんですけど、はい、じゃあね、よそいましょう。こんなに美味しそうになってきました。おいしょ。もっと白菜切ってもよかったね。玉ねぎも半分全部使っちゃえばよかった。よいしょ。はい、皆さんこんにちは、阿部の生命です。こちらがね、まあ、先ほど作った、まあ、鶏の照り焼きです。白菜と玉ねぎ、それに鶏肉です。まあ、日南鶏ってありましたね。おいしい、おいしい。こんなにおいしくできるんだね。まあ、阿部の生命もね、まあ、お料理始めて、もう何年ぐらいかな。2年ぐらい経つんじゃないかな。でもね、相変わらずメニューの方が増えません。まあ、レパートリーっていうか。ほんとね、この鶏肉ね、まあ親子丼にしようかなとか、まあ唐揚げにしちゃおうかなとかいろいろ考えたんですけど、なんか、まあ一回買って、照り焼きのタレっていうのが冷蔵庫の中にあったから、まあそれ使い切っちゃえばいいかなと思ったんですけど、まだ使い切れてませんね。でも美味しいね、本当にね。約2時間も時間取ったんですけど、そんなになりません。こちらトーストですね。トーストってね、こうやってかじりついちゃダメなんだそうです。まあちぎってね。でもまあ最終目的地は同じだから、ちぎろうがかじろうがどっちでもいいと思いますけどね。これはスキムミルクです。
しておいて作ったんですけど、まあ配信とかいろいろと準備するとやっぱりぬるくなっちゃうから。ああ、びっくりした。まあびっくりしませんけどね。どうもこんばんは。まあ今ね、YouTube 動画で、まあ鶏の照り焼きを作ったんですけど、その後半として、まあ食べるシーンをね、まあくっつけるわけなんですけど、その動画をさ、あ、これ飾りです、飾りです。飾り1個。まあビタミン C をね、補給しないと風邪ひいちゃいますからね。これはね、1日1個は必ず。今日これ3個目じゃないかな。うん、今さっきね、なんだっけ。8連のやつ。8連のやつ買っちゃいましたね。ほんと。また、YouTube の動画これアップしてからやりますよ。ちょっと待っててね。なかなか安倍の生命も忙しいですから。ああいうことはいっぱいありますからね。今ね、ちょうどね、蜂蜜切らしちゃってるんですよ。またどっか行って蜂蜜買ってこなくちゃいけないんで。まあ、蜂蜜なんか、スーパーのやつでいいんだろうけど。なんかね、前橋の道の駅のね、前橋赤城っていうのが新しくできたんだけど、こんなね、ちっちゃい瓶でね、800円とかだったよ。ちっちゃい瓶で。なんかオープン当時は安かったなってイメージがあったんで行ってみたんだけど、なんだか高くなってたね。また他のところ見つけないとね。それとハムも切らしてましたね。ハムもね、まあスライスチーズだけ。なんかすごく散らかってるね、この部屋ね。なんでこんなに散らかるんだろうね。あのカゴ記憶に、あれ、どうした、あのカゴ記憶にありますか、あれどうした、これですね、これですね。アウトレット市場で100円で買ったやつです。これね、秋田方言のね、巾着です。面白いですよ。じゃあちょっとセルフタイマーで撮影してみましょうか。面白いですよ。まあこうやってね、まあ起動するでしょ。クールピクスリゾートくん購入してセルフタイマー10秒、これで10秒のセルフタイマーになりました。そしてここに置くでしょ。ここに押していきますよ。よし、まあ今さっきの置きやつ。面白いでしょ。面白くない。こんな感じでね。ほら、こんな感じ。面白いでしょ。見える？こんな感じの写真が最後に
動画の最後にあるんですよ。まずいきますよ。安倍の生命基本的に読むのが好きだから。これね、サビーだって、サビー秋田方面、寒い一平、たくさん、まあこれ言いますよね。善子、お金、これ銭子ですよね。えぎなり、突然、でごん、大根、番下、夜、あんちゃ、長男、私も長男だからあんちゃだね。まあしこずる、失敗、まあこれはしくじるから来てるんでしょうね。こんつける、まあすねる、ぼっこ、子供、ああぼっことは言うかもしれないね。うん、子供のことね。やばち、まあこれ不潔、すかだね、申し訳ない、えがすか、いいですか、おしおし、恥ずかしい、なぎめろ、泣き虫、のさばり、甘えん坊、こののさばりっていうのが甘えん坊って面白いね。なんか、のさばってる感じがするよね。お母さん、な、母さん、きもやぐ、腹立てる、めんけい、これ、めんこいガールズですね。めんこいガールズ。かわいい。やじやがね。ダメだ。やじやがね。おがる。大きくなる。もっこり。これは山ほどたくさん。まあ、そんな感じですね。福銭袋。それではね。まあ、今日作ったね、これ。鶏の照り焼き。まあ、大変美味しくできましたよ。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。